はい、はい、はい、なんかベーグルみたい。おうおうおう、そうだね、ちょっとなんかキュキュの感じが、キュキュ食べてる。あ、でも外サクサク、なんか美味しそう。うんうん、对，真的パリパリ。师傅的技术很厉害啊，技术很厉害。嗯，お茶のお茶の口口味，嗯，红味，嗯，当然的，太甜。嗯嗯，这个是真的，那个早餐也可以吃，因为太甜的话，我们不想要吃。嗯嗯嗯嗯嗯。现在台湾人不喜欢吃甜。哦，真假的。真的，觉得台湾人很喜欢甜味，对。啊，私はベリー。普通の言った。なんでちょっとこっち挑戦しなさいよ。挑戦してください。じゃあお願いします。ミオさんにあげる。ありがとうございます。ありがとうございます。ベリー。ベリー。蜂蜜是我们这边那个龙眼蜜。龙眼蜜。对对。还是龍眼。龍眼。そうそうそう、台湾は龍眼の蜂蜜が結構売ってて。あ、そうなんだ。初めて初めて。じゃあ、あ、そこにあるんだ。ああ、なるほど。え、めっちゃ新鮮じゃん。ねえ、すごい。ハニーマスタードぜひ。ありがとうございます。ちょっとでは、すごいんだけど、ちょっと色がハニーマスタードだよ。めっちゃマスタードよ。匂いは、お、ハニーマスタードだ。ブスホットドッグですよね。いきますよ。あ、どうどう。おお。どうどうどう。ハニーマスタード。新鮮感。おお。美味しい。じゃあ龍眼の蜂蜜？这个刚才收没多久？絶対これスーパーとかで売ってないやつだよ。新鮮。うん、新鮮。なんか匂いがすごい。龍眼の匂いがする。うん、うん、どう。あ、甘い。え、おいしい。うん、おいしい。なんか高級な蜂蜜って感じ。あ、うん、おいしいんじゃない、これ。これ一番合うんじゃない。ね、一番合うと思う。ごめん、ちょっとマスタードはこれランチですわ。うん、これはあのシャウチャーはこのフォンミーが一番いいよ。おいしい。てか本当にこれ周りがツエツエでパリパリで、中がキュキュ、里面是キュキュ、柔らかい。え、这边下午我们这边的夕阳很漂亮。夕日ね。夕日。傍晚的夕阳。あ、ここから夕日が落ちるんだ。あ、見えるんだ。絶対綺麗。ちょっとまた来たいね、その時間に。いいね、超ロマンチックじゃない。確かに、我想要先找男朋友。先要找男朋友。稍等我们一下，我要带男朋友一起来。いや、本当ロマンチック、ランマン。じゃあ私お茶いただきます。お願いします。すごいミントのいい香りがする。さっぱり。さっぱり。そう、さっぱりしてる。ここと合うね。今日あの暑いから、でこれホットじゃん。でも全然全然暑い感じしない。本当にスッキリって感じ。飲んでみて、飲んでみて。压力没有了的感觉。舒压，舒压，舒服。其实很多做完瑜伽都会推荐喝这种香草，它跟迷迭香啊、跟马玉兰类的这种香气都是蛮，它还可以排毒。舒压，排毒呢？毒を出しますよ。デトックス。お酒で溜まった毒を出しましょう。こちらね、こちらね。私は飲まないんですけど。でもこれ本当にすっきりしてる。私すごいあの汗すごいかいてて、なんかすっきりするよね、これ飲んだら。ずっとここにいないんだけど。うん、もうここにね、ちょっと、まあ今まだ朝の何時ですか、ちょっとまだ午前中なんですけど。对对对对、想要到6点半一直在这里。さっきも言ったけど暑くないよね。本当に暑くない。やっぱりちょっと台北は湿気があるけど、このザーインとか来たら涼しいっていうかね。日差しは強いんだけど、うん、影に入っちゃったらね、もう全然暑くない。やばいね、これじゃあハマるね、ジャイね。ジャイスモッカ。え、それは。台北からも近いし。超早かったよね。一時間。1時間ちょっと。うんうんうん、そうそうそう、ガウティエに乗ったらすぐだし。めっちゃ気に入って、笑ってください。蜂蜜。蜂蜜、ブルーベリー、マスタード、全部一人で食べてるよ。めっちゃ一人アフタヌーンティーしてるじゃないですか。这个茶的名字叫什么？这个的花，冬天采的。
あ、まあ、冬に冬に取った菊のお花のお茶らしい。菊のお茶ない、うん、ね、リンもない。珍しい。珍しいよね。ね、日本没有的是没有啊，日本没有，漂亮可爱哦，小白哇，对对，大丈夫大丈夫，可愛いね，嗯，これ女子が好きだよ。ではでは、この色が見える？何色これ？緑？黄緑？あ、すごい。じゃハーブの匂いがするよ。ハーブ。あ、いや、でも花のちょ、うん、お花の匂いも、菊の匂いがすごいする。清爽。うんうんうん、はい、熱い。あ、すごい、なんかね、うん、お花の味、お花の味、うん、え、こんなに分かるもんなんだ。あ、でもすごいやっぱさっぱり、うんうんうん、あ、もうすごいフローラル、うんうんうん、確かに。フローラルな感じじゃない？でもなんかバラとかじゃなくてもっと爽やかな感じだよね、うん、あ、美味しい、超美味しい、超美味しい。いや、これでも本当に日本にない。これお土産に買ってきた。いいね、うん、いいね、お土産に。あ、200倍、え、安っ、はい、安っ、这个是只有加热式的，对，就这样子就好了。哎，めっちゃいい。十二次。ピー、800円で、800円で12回も飲める。めっちゃお得です。これいいですね。これ決定です。お土産決定です。很少啊。我们要先把壶跟杯子温一下。嗯。すごい本格的。这个是白开水而已。何の匂いしてるの？お湯の匂いを嗅いでました。待って、今の面白い。はい、はい、はい、あ、ようやくお茶っ葉が出てきました。今ね、ジンシェンを入れてもらいました。はい、どうですか？なんか落ち着く。あ、落ち着く。なんかさっきのさっぱりした味とは違って落ち着く味。いい匂い。あ、ジンシェンだ、ね、日本茶よりは軽い感じで、まろやかな感じ、うんうんうん、さっぱりとは違う。そうだね。でも爽やかなんだけど、ウーロン茶よりは爽やか。でもミルクの味って言われるよね、ジンシェンって。そうなの？そう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 、ま、じゃあまろやか、まろやかってことかな。うん、美味しい、美味しい、新鮮。似合いそう。うん、可愛い、ハクアイ。いいね。ここみんなはね、手作りで、すごいお茶で染めたってのがね。いいね。え、すっごい薄くて超涼しそう。夏にぴったり。さあ、とこういうやつなんかスカーフみたいな感じ。ああ、そうだね。うんうん、スカーフだ。いろんなスタイル、おしゃれ。紙、它直接我们那边采的叶子直接把它印上去。印上去だって、ここにプリントしたんだ。一剪蒸一蒸它就。いい色がすごい。世界に一つだけのさスタイル。確かに確かに。这个包。这个是葫芦跟茶叶，你看，可以啊，背包，还有那个大包，哦，还有提袋都有。嗯，你背。あ、似合ってるよ。似合ってる。なんかちょっと違う。ね、本当だ。両边都可以用。え、全然。ああ、なんか可愛いんだけどこれ。え、可愛いね。ファンの人みんなバイクに乗るじゃん。あの、私毎日 U バイクに。あ、本当？ U バイク、自転車で。うん。本当、太陽。あ、めっちゃいいこれ。バイクに乗る人にさ、超ぴったりじゃん。自転車もですか？うん、自転車も。自転車も当てはめます。ですから、日本人自転車ですから。え、くわーい。そしての、じゃらーん、ラオバンも。これめっちゃいいよ。超似合ってるよね。これなんかのデザイナーさんがちゃんといて作ってるやつ。え、欲しい。私も欲しい。買ってください。買ってください。はい、買いました。自分で買いました。いや、これめっちゃ可愛い。マルコちゃんみたいじゃない？いい、可愛い、可愛い、可愛い。いや、これいい。